テゴカルデロンテゴカルデロンことテギカルデロンドサリオはプエルトリコさんフアンのサンタース出身のレゲトンのミュージシャン。プエルトリコで生まれ高校時代をアメリカ合衆国のマイアミで過ごすジャズ好きの父親の影響でパーカッションを始める。その後本格的に音楽活動を始めサルサ、ヒップホップ等を融合させたリリックという独自のスタイルを確立させる。2002年にアルバム エル・ア・バヤー・デイでデビュー。たちまち、ラテンコミュニティで大ヒットした。マイアミに戻った後の2004年に2枚目のアルバム、エル・エネ・ミー・デロース・グア・シビリをリリースした。このアルバムがレゲトンブームによって、ラテンコミュニティ以外でも大ヒットしたことによって、ヒップホップ、R&B のアーティストからも注目を集め、アッシャー、テラースクワット、ノリ、ショーン・ポールらのリミックスに次々と起用された。 2005年にアトランティックレイベルとメジャー契約。8月には MTV ビデオミュージックアワード2005で同じくレゲトンを代表するアーティストのダディ・ヤンキー、ドン・オマールと初共演を果たした。彼のヒット曲、ロスメイトはアメリカや日本でも人気があった。独特のサウンドエフェクトとメロディに加え、彼の歌手としての才能が加わった作品である。ありがとうございます。